あなたを第8回天下一武道会に紹介します。紹介？招待だよ。はるばる遠いところよりお祭りいただきありがとうございます。ただいまより天下一武道会を始めます。天下一武道会では目指すはもちろん優勝、厳しい予選を勝ち抜き決勝戦を制した選手が優勝となります。もちろん栄誉だけではありません。優勝回数に応じた様々な報酬を用意しております。豪華報酬の獲得チャンスは武道会ポイントを争うランキングにもあります。何これ、何 GTK 出てくんの。まあいいや、ちょっと腹痛いからちょっと進んでいいかな。これうわーマジかー。報酬見よう。風の金が腹に来ました。1位、すごいね。スーパーサイヤ人悟空 GT とベジータ。2位、すごいすごいすごい。まあこの辺。あ、すげえじゃんマジで。7万5000以下狙えば、おい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 、ベジータゲットできるんじゃないですか、頑張れば。って言っても今回ちょっとな、衝撃戦まだあるからな、まあ、どのぐらいかわかんないけど、まあマイペースにやってきますんでね、皆さん応援よろしくお願いします。ゾロ目狙っちゃおう。ゾロ目、77万7777位狙っていきます。4桁かよ。9999位。いや頑張っても無理。はい、それでは前回のお伝えしたスタメンの方で、こちらの天下一武道会ですね、第8回天下一武道会の方を戦っていきたいと思います。それでは行きましょう。今回のフレンドさんは青さん、ブロリーです。やっぱね、皆さんゴジータがフレンドさん多いね。ただちょっとブロリーやっぱ使いたいよな。ブロリー使いたいと思います。そしてこちらの天下一武道会、毎回なんですけれども、フレンドさんのリーダー付けの方は発動しませんということで、まあ自分のね、このリーダーのスキルしか発動しませんので、今回は記録プラス3かな、力属性はって感じですね。はい、だからこそ亀仙人、バイバイ悟空、ランチ、こいつらが気力を上げてくれる能力持ってます。あとはアタッカーでセルと、フルパワー墓着いきましょう。お、ボーナスチャンス来た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 。ドイツだ、どういうこと、みんな、あ、こいつか、なるほどね。一応右下のね、キャラクターいるよね。これプラスでなんか輝いてるから、そういうこと。うわーマジか。でちょっと当選簿しよう。当選簿、おい、ふざけんなよ。ブツブツ、行きましょう。マジっすか、こう来るとは思わなかった。じゃあどうしようかな、こうしようかな。ブロリー先にぶちのめします。ゴー。でこれで多分ブロリー終了でしょ。あとベジータとゴジータが、ゴジータ先行っちゃうか。ゴジータ行きます。ほい。で多分倒せたと勝手に勘違いしてベジータ行こう。まあこれはね、必殺技打ててるし。マジ残った、嘘でしょ、やばいじゃんこれ。あ、でもそんな食らわねえんだ。すげえ配置ミスされてるこれ。よし、アルティメット潰しに行きましょう。でこの後はベジータからのベジット
OK。 いいね、いいよ。はい、そしてからの、そう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 、うん、はい、かチョンチョンチョンってとこ、チョンチョンチョンと、ちょっとミスったけどこいつにやるんじゃなかった。はい、オッケー。うわー、あのボーナスチャンスってどんぐらい入ったんだろう、すげえ気になるわ。まあ、あと5ターンあるし、カプセルをたくさんゲットしましょう。ていうかさ、ここ今さ金株超多いってことはさ、そういうことだよね。カプセル、カプセル来たよー、こいつ。じゃあいきますか。こうしようかな。これさようならだね。で次の、準々決勝、もう肉まん速攻取りいきます。もう次からは1対1なんで、最初に狙ったところは1回目はね 100% 取れる方式になってますんで、肉まんめがけてまっすぐ合えばいきたいと思います。はい、どんどん行こう。2万4000ポイントか。さあそれでは続きです。準々決勝やっていきます。今回のフレンドさんももちろんブロリー99さん、スーパーさん、99スーパーさんみたいな感じです。よろしくお願いします。いきましょう。うわすげえなこれ。おえー、肉まんねえじゃん、嘘。ちょマジか。2468、え、9欲しいな。2468、そうだね、まあ、いっか。ほれウィスウィスウィス、はい、でそうくるね、そうくるね。これでいいか。うん、800ベジータ、ベジータ、はい、ゴー。お、いったね、倒したね。あとはもう OK です。うわブロリー機能しねえじゃんよ。はい、強いな普通の攻撃。OK。 何ポイントだ。ふう、低いな。1万2000か。準々決勝、あで、で今のデフもひっくるめて25,680 ポイント準々決勝で獲得できましたと。 OK ということで、
この続き後半、天下一武道会の後半の方は明日の動画でお届けいたしますんでね、ぜひそちらの動画の方を楽しみに待っててください。まあ今からやるんだけどね。まあまあまあ、でもお待ちください。頑張って、ブロリー使いまくって、皆さんからね、ブロリー使いすぎ、ブロリーやめろ、ブロリー使うな、ブロリー使ってんのに100回も優勝できないのか、いろいろねコメントいただけると思いますので楽しみにお待ちください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。では、次回も、胸毛乳毛動画でお会いしましょう。